妖怪ウォッチプニプニやっていきましょう。前回の動画で妖魔界の犬神をゲットしたんだけど、これね、不思議族揃いでいいなと思ってキュービと犬神を横に並べてみたんだけど、これね、さっき使ってみたら相当使いづらかった。色が全く一緒だからもう全然わかんない。ということで犬神はせっかくゲットできたんだけど、やっぱ外そう。攻略情報を見てもね、犬神はちょっと微妙みたいな書き方されていたんで、まあこれでいい。なるべく種族で揃えたいんだけど、まあこのオロチとカゲオロチしか種族揃ってないね。よし、じゃあこれでいこうかな。戻る。で、今回は何をするのかというとね、 S ランクの妖怪がもっと欲しいから吹雪姫をゲットしていきたいなと思う。で、 S ランクの吹雪姫をゲットするためにはまず合成アイテムの白銀の髪留めが必要なんだけど、この白銀の髪留めの入手方法が、一つは課金すること。1000円課金するとゲットできるんだね。で、僕はですね、残念ながら課金をしてしまった人なんで、もちろん白銀の髪留めを持っているんだけど、もし課金していない人はね、この157番のステージでたまに出てくる新オーバーをね、やっつけると白銀の髪留めがゲットできるらしい。たまーに新オーバーがここの場所に出てくるらしいんだけど、あ、全然出てこないね。多分これリセマラみたいな感じでこれを繰り返すといいんじゃないかな。これまあリセマラっていうのかわかんないけどね。だってこれ減っちゃってんもんね、人玉が。こんな感じでリセマラしていくのかな、みんな。あ、出てこないね。これはちょっと時間かかりそうだし、僕もう白銀の髪留め持っているんで、今回は雪女をゲットして合成するとこまでね、やっていこうかなと思います。じゃあやっていこっか。雪女がいるのが地下水道の E、 ここらしい。地下水道に関してはね、俺もう飛ばしてきちゃったから、ここに雪女がいるの全く知らなかった。白銀の髪留め相当最初の方にゲットしていたんだけどね。あ、そう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 。で、まず雪女をゲットしなきゃいけないから、またあれだ、キュン太郎の出番だ。いやー、キュン太郎いるとね、ちょっと勝負が難しくなってくるんだけど、 C ランクのキュン太郎で、ちょっと影オロチを外してこれでいこう。決定。まあ S ランクの妖怪中心だし、レベルも結構高いから負けることないでしょ、さすがに。あ、かわいい雪女出てきた。かわいいね。なんか振り向く感じで出てくるんだね。じゃあ、なんか昨日の深夜スコアアタックやったらスコアがね137万超えたんだけど、朝になったらね全然なんか下手くそになってるんだよね。何なんだろうな。もうちょっとすげえうまかったんだけどな。よし、まずキュービの必殺は、あ、その前にちょっとキュン太郎、うん、懐かせて、で、アイテム使ってなかったね。この人のアイテムがリンゴ飴か、持ってねえな。売ってるかな。とりあえずこれあげよう。かき氷、いちご味。俺はブルーハワイの方が好きなんだけどね。いちごも結構好きだからね。あ、そういえば今年の夏は、今年の夏は全然かき氷食べてなかったな。去年の夏はね、セブンイレブンにかき氷がすごく売ってたんで、めちゃくちゃ食ってたんだけどね。まあそんな話どうでもいいか。なんか戦いの話全くやってないけど。よし、フィニッシュ。はい、ゲットできませんでした。ランク的には B ランクぐらいなのかな、雪女。あ、必殺の秘伝書ありがとう。ちょっと待ってよ、リンゴ飴売ってるかな。買っていこうよ。お金もそんなにないんだけど、リンゴ飴、リンゴ飴。あ、リンゴ飴ないよね、だって。え、リンゴ、あ、練り飴しかない。どういうことこれ。なんで練り飴しか解放されてないの。
条件、ミッションのなんか条件を満たしてないのか。おいおいおい、これちょっと厳しいな。じゃちょっと戦っていこう。マジかよ。いや、こんなところで苦労すると思わなかったな。早い段階で鉱物をあげないとやっぱダメかな。まあこれでも結構懐きやすくなるからね。これで仲間になってくんねえとちょっと厳しいな。ウンタロー、うん、あの敵がそんなに強くないとめっちゃ喋るね俺。余裕がないとね完全に黙るんだけど、いや今回はね余裕があっていいや。いやしかし結構持ってかれるんだね。もうヒットポイント半分になっちゃったわ。え、キュン太郎必殺技。いさあもう一回キュン太郎の技使いたいね。意味あるのか分かんない。何回も使っても意味あるのかどうか分かんないけど。あーヒーバー来たよ。あーもう手が痛い、手が痛いんす。いやー手が痛い。いやーもうやだ、ちょっと休憩。うわー手痛ぇ。よしこれでフィニッシュ。どうだ、来てくれ、頼む頼む来てくれ。チー、来ない。じゃあまた例のごとくゲットできるまでちょっと繰り返しやっていきたいなと思います。どんだけ時間かかんのかな。ようやく来たー。 B ランク妖怪のはずなんだけど結構時間かかったな。あなたも、あ、噛んだ噛んだうふふ、あなた強いわね、とっても気に入ったわ。浮き女と友達になった。さあじゃあ雪女がゲットできたんで早速合成していこっかね。合成自体ねあんまほとんどやったことないんだけど、うん、妖怪や道具を合成ボックスに入れて合成しよう。なるほど、白銀の髪留め。あ、そういえばキズナメコちゃんとこのキュン太郎を合成すると、確かキズナースだったっけ、できるんだけど、キュン太郎結構ね使うからそれやめとこう。ちょっとその前にまずこっちやっていいですかね。これなんだっけな、アゲアゲハじゃなくてなんだったっけな、名前忘れたな。 A ランクのなんだった、絶好調、違うな、違うなんだっけな。おー合成、ちょっと初めての合成だよ。あ、最高潮か。なんかアゲアゲハよりもこいつの方が S ランクっぽいんだけど、なんか最高潮。この人もね昔は確か S ランクの妖怪だったような気がするんだよな。さあじゃあ早速合成していこっか。こうか。吹雪姫は欲しかった、本当に結構使えそうな妖怪だったんで。いやー来たー、かわいい。ありがとうございます。今ねスコアアタックを結構やってるからね、どういうメンバーで行った方がいいかなってちょっと考えてて、アゲアゲハは正直ね今の段階だとヒーラーなんでちょっといらないかなと思っているんだけど、とりあえずこの人入れるでしょ。で、あとは影オロチかな。前回の動画でこの犬神をねゲットしたけど、これキュービと色の違いが全然わかんないんで、やっぱちょっとね外さないといけないんだよね。ということで種族を揃えたいんだけどどうしても揃わないな。まあいいかレベル1の妖怪がねいるから、これから育てるの大変だね。吹雪姫、ちょっと待って、冷たい氷で下から妖怪プニをまとめて消す、うん、結構使えそうな感じの妖怪だね。よかったよかった。まだね
ゲットしてない S ランクの妖怪の S ランクの妖怪が結構たくさんいるんで、また次回もですね、なんかの S ランクの妖怪をゲットしていきたいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。